ダメなんですね。では、アザラシの他にもう一応ね、大きな鳥を同じここでアザラシ館で飼育してるんですけど、ちょっと見づらいんですけど、奥にいる大きな、そう、すごいねあれはね、オジロワシっていう大きな鳥で、北海道でも、ね、よく見られる海岸で暮らしている猛禽類です。アザラシと同じように海岸で暮らしていますよっていうのをお知らせするっていうのと、あの個体はね、もずっと前に、ずっと前ですけど、事故にあって動物園に保護されてきました。もう片方の翼がないので飛んでいけないんです。それでね、ずっとあそこにいるんですけど、私たち人の近くにいる動物たちっていうのは、こういったね、事故にも遭いやすいし、こういう個体生きてることがありますよ、動物園に保護されてくることがありますよっていうのをお知らせしようということで、まあね、なんか室内にばっかりいるのもかわいそうなので、こういうところで一緒に生きています。